ここからは負けたら終わりのノックアウトゲーム、シナシーファン、あなたの力、声、応援が必要です。拍手、そして声援をお願いします。レッツゴー。さあ、ワイルドキャッツ、ディフェンスからオフェンスは桜船橋、ハンドオフからインサイド、これは合いません、これは合いません。さあ、ファースト、オフェンスでは、フェイクです。これはレイアップ、いつも見るやつです。出羽さんのいつも見るやつ、スティール、ここに出てきた出羽良一、ハンドルは越川和樹、出羽良一、インサイドは武田、ミスマッチか、一度外に叩いて越川ドライブ、おほほー、そしてもうディフェンスが戻ってました。フォローできるか、フォローできるか、フォローできるか、 OK、 確かにナンバーテディフォー、越川からのデワプルアップジャンパー、ツーポイント、武田のフォロー、ゴー。さあ、会場見てください、この旗、シナシーフラッグ、シナシーフラッグが舞う踊るスコア、桜船橋スコア、ナンバー41ルカ大橋、タピック、武田決めきれず、さあ、スコアは3対2、1点リードをしながら獅子ワイルドキャッツ、これはイージーバスケット、3対3同点、フェイク、飛ばして、スコア、4対3、1点リード、プルアップ、2ポイント、逆転に成功、品川京介、武田のドライブ当たった、これはスリップ、スリップ、スローを叩いて悔しがります。それほど刹那のタイミングのトランジション、ナンバーテディフォー越川からのデワプルアップジャンパー、ツーポイント、武田のフォロー、スコア、インサイド、武田エビの同点。さあ、これはハンドルミスか、インサイド、カットボール、カットボール、残り時間7分46秒、5対5同点、ショットクロック5秒、守った守った、フェイクでかわして、ではのレイアップ、再逆転、品川シシワイルドキャッツ、おお、守りきります、守りきります、守った守った、持ってきました、持ってきました、ナイスディフェンスです。さあ、お客さん、ここから1点リード、ここからいきましょう。さあ、ワイルドキャッツ、加藤穂高、ハンドオフ、フェイクでハンドオフ、ではレイアップ、このドライブ、出羽さん、いつも見るやつです。オープン、ツーポイント、フォロー、ワイルドキャッツ、残り時間7分、ピックを要求、しかしドローファール、ドローファール、桜船橋にファール。いや、このスピード感最高じゃないですか、 3x3。 さあ、皆さんの力で、ホームの力で盛り上げていきましょう。さあ、ワイルドキャッツオフェンス、抜けてきたのは越川から、グレイトディッシュ、あとはごちそうを食べるだけ、ギューティーグッジ、守った、うわーうわー、さあ、ディエスタ、さあ、激しい、さあ、ディエスタ激しい、インサイド、守った、これも守った、守ってる、そしてツーポイント、越川、小高、どちら、
ディッシュ、あとはごちそうを食べるだけ、ワイルドキャッツボール。さあオーケーオーケーオーケー、ホタカオーケー、バレた、バレましたね。オーケーオーケー、さあディフェンスです、さあディフェンスです。さあオフェンスは4点を追いかける桜色のジャージ桜船橋、ハンドからテイクから、さあフォータカ守れるか、フォローはどうだ、フォロー、フォロー、フォローはしたぞ。さあデュアルハンドル、では左へドライブ、ターラウンド、フォロー、そういうのもあります。ナタセブン、デュアル両一。さあインサイド守れるか、加藤守った。さあ10対5、コシカワ、ハンドオフ、ホタカ、では両一のツーポイント、フォロー、コシカワ、カズキ、ドライブを仕掛けた、ドライブ、ドローファール、ドローファール、ドローファールです。ホタカ、守れるか、フォローはどうだ、フォロー、フォロー、フォローはしたぞ。さあ、デュアルハンドル、では左へドライブ、パーラウンド、フォロー。さあ、ディフェンスで感動を、品川 CC ワイルドキャッツ5点のリード、5点を追いかけるのは桜船橋だが、ここは合わず。さあここを引き締めていきたい桜船橋、ここで突き放したいのはそうあなたのワイルドキャッツ。さあレッツゴーワイルドキャッツ。さあ出場からインサイド、武田がいた、ロレスコー、流れるようなムーブ、守った、これも守った、オホー、ワイルドキャッツ、さあレッツゴーワイルドキャッツ。さあ出場からインサイド、武田がいた、ロレスコー、戦ってますか、あなたたち4人目いませんか、コートに。さあディエス、ホータカークロッキーワールド A1。 さあここは桜船橋しっかりエンド1をゲットしてまいりました。ロレスコー、戦ってますかあなたたち4人目いませんか、コートに。さあディエス、ホータカークロッキーワールド A1。 さあ外れたがフォローは桜船橋、おほおほ、守った守った、ホタカが守ったぞ。さあすぐ切り返して、おほいいよいいよ、切り替える。さあ飛ばしてインサイド、11対7、残り時間5分3秒、ファールだ、これはエンドワンならず、シュート前でした、しかも失礼いたしました。さあ11対7、残り時間4分59秒、4点リードはあなたのワイルドキャッツ、品川 CC ワイルドキャッツ。さあプルアップの2ポイント、さあディフェンス、さあここディフェンス大事になってきます、スリップ、スリップのフェイクで飛ばして2ポイント、フォローはどちら、電話が取った、越川ドライブ、そして守る、もうディフェンスしてる、ディフェンスで感動、これが品川 CC ワイルドキャッツ、守ったー。さあオフェンス、越川ピックエンドロー、さあディフェンスもう取ってるよ、そしてデュアさんのドライブ、14対7、品川 CC ワイルドキャッツ7点のリード、ファレ。さあこの辺のねファールの使い方もね非常に巧みと言っていいんじゃないでしょうか、巧みにファールを使います、チームファールはまだ3つです。さあシナシーフラッグ、もう一息いこうぜ、シナシーフラッグカモーン。
タイムアウト、タイムアウトですか。さあタイムアウトでした。さあ品市フラッグはこの方たちのためにもあります。品川 CC オフィシャルチアリーダーレインボービーナスです。さあフラッグカモン、フラッグカモン、品市フラッグ。さあもっともっとねフラッグあれば増やしちゃってもいいんだよ、品市の皆さん。ナイスパフォーマンス、レッツゴーワイルドキャッツ。さあゲーム再開してます、ゲーム再開してます。ツーポイント、ツーポイント、ツーポイント。そしたらドライブレイアップレー、オフインサイドへ通ってます、通ってます。出てないよね。ああはいはい、 OK。 さあショットクロック残り6秒、スコア15対7。さあどこまで行っても激しくディフェンスする、これが品川 CC ワイルドキャッツ。タフなツーポイント、守りきりますワイルドキャッツディフェンス。さあ15対7。越川レフトサイドツーポイント、フォローは加藤穂高バックビハインド。オッケーオッケー、グッパスグッパスいいよ。さあ残り3分18秒、大きくリードを奪っているのは品川 CC ワイルドキャッツ。オフェンスで驚きを、ディフェンスで感動を。しかしこのチーム2ポイント、フォロー武田、加藤穂高インサイド、武田アタック、ロールアタック、まさか決めた、武田が決める。さあ2ポイント、これはこず越川、越川和樹バックシュート、フィンガロー with フィンガロー。さあ2ポイント、これはこず越川、越川和樹バックシュート、フィンガロー with フィンガロー。最後もう一踏ん張り、皆さん歓声と拍手お願いします。レッツゴー。さあディエスインサイドへのフィード、桜船橋ポジションは桜船橋、カットボールです、カットボールです。さあ桜船橋粘りたい、残り時間ショットクロックは3秒です。さあ守りきれるかワイルドキャッツ、3秒シェイクしてからのプレーオン、プレーオン、プレーオンの声、セルフジャッジはしません。さあ OK、 ピックエンドロール、美しいピックエンドロール、そしてデラが待ち構えてる、ディフェンス穂高、これは悪い。さあアグレッシブに守ります。タイムアウト、品川 CC ワイルドキャッツ、レインボーヴィーナス、レッツゴパフォーマンスありがとうございました。そして残り3点、さあ勝利とともに帰ってきてもらいましょう、品市フラッグ、そして歓声拍手よろしくお願いします。レッツゴー。インサイド手にかけます、手をかけていきます。残り時間2分7秒、
3ラウンドフェイダーウェイ、フォローは越川、桜船橋しっかり守る、ファールです。シュート前のファール、これもうまく使っていきます。チームファールはまだ4つずつです。お互い4つずつです。残り時間1分56秒、越川抜けてきた、レイアップ決めきれないが武田さんがフォローです。武田ひろと、ファールを引き出します。ナイスルーズ、ワンショット、これは惜しくも外れました。さあディエス、テイク、ドライブ進入、キックアウト、グーパスからのツーポイント、桜船橋インサイド強い、スコア、桜船橋も懸命に追いかけます。さあテイク、ペットバック、越川和樹ナンバー24 19点目。さあここからフェイダーウェイ、フォロー、ワイルドキャッツ、2ポイントです。これはフェイクにかかりませんでした、越川和樹選手、カットボール。しかしショットクロックは残り1秒です。残り1秒、では3でもない限りでしょうか。これは守りきりました、ワイルドキャッツ。残り時間 54.3 秒、さあポジションは変わりまして、ワイルドキャッツ21点のノックアウトまで残り2点、穂高、ではの2ポイント、これはずれます。オープンの2ポイント、決めきれず、ではがドライブ、越川がオープン、キャッチアンドシュートのツーポイント、ノックアウトポイントはまたもナンバー24、越川和樹、最終スコア21対8、ウィナー、ユーアー品川出身ワイルドキャッツ。さあワイルドキャッツはこれでセミファイナルまで進出が決定しました。